チャーリーの冒険、狙われた犯罪都市の巻。ああ、これ一体何なんでしょうね。いや、私にも分かりませんね。こんなでっかい塊は。ワンワン、こいつ絶対やるだろう。ロボだろ、ロボ。ロボだ、ぶっ壊せ。いや、そう決めつけるのはまだ早いですよ。これロボじゃないかも。そっちじゃないでしょ、チャーリーさん。あの問題は、こいつをぶっ壊すか否かってことです。どう見てもロボだし。いや、私はロボだと思いませんよ。ほら、よく見てください。あれ？ロボじゃない。人間だ。あれ？僕は一体ここで何をしていたんだ？あんた誰だ？私の名は、テディベアゴロ。そんなことより大変ですよ。地球はロンドン星人に狙われてるんですよ。何言ってんだこいつ。ありえないわん。いや、待ってくださいよ。宇宙人とかこれまでもいっぱい来たでしょ。でもテディベアゴローなんて名前だし、あんまり信じがたいな。ああ、こいつ殺せよわん。犬は黙っとけよこの野郎。すいません。ピキュー。ああ、もうすぐロンドン星人がやってくると。俺たちの前に。なんだって？お前、嘘もいい加減にしろよこの野郎。殺せ殺せ。だから犬は黙っとけっつってんでしょ。ああ、もう死んだふりする。ああ、大変だ。ロンドン星人が来る。うん、来た。ういうい、なんだよ。初対面の人間のことをジロジロ見やがってこの野郎。ああ、俺がハゲてっからなこの野郎。おい、いや違うんだ、お前がロンドン星人だから。ロンドン星人ってなんだよ。殺すぞ。スコップで刺すぞこの野郎。うわぁ、やばい。刺しちまえ、刺しちまえ。殺せ。待ってください。あいつの指、紫色だ。たぁ。うわぁ。うのれ、バレたか。俺は確かにロンドン星人の工作員だ。俺たちの、全渡米計画が成功するためには、テディベアゴローもチャーリーも邪魔だ。ぶっ殺してやるぜ。おのれロンドン星人、チャーリーさん一緒に戦いましょう。ああ、いいでしょう。はあ、ラブラブアタック。たあ。テディベアーマー、ゴロイーナ。たあ。テディベのどつかみ。チャーリーの冒険最終回、さらば英雄たち。俺たちはここで終わりなのか。もうダメなんでしょうか。いや、そんな弱音を吐いていては、奴を倒すことはできません。皆さん、立ち上がりましょう。わわん、でももう、おいら、内臓が、もげちゃったし。頑張るんです、犬。この宇宙魔女が地球を支配するのだ。チャーリー、貴様の潜在意識に訴えかけた甲斐があった。この伝説の鳥、ゴッドミラクルバードを手に入れることができたのだからな。キュイキュイ。はっはっは、愚かなやつよ。くそ、チャーリーさんを裏で操っていたのか。私は操られていたのか。自分が情けなくなりますよ。しかしそれも今日で終わり。今日から私は本当の旅を始めるのです。チャーリー、おいらも戦うよ。頑張るよ。内臓はもげちゃったけど。私も戦います、チャーリーさん。愚かなたわけが。キャー、ハイヒールキックだ。うわおー、ガブリー。よせクソ犬、離れろ。あお、離れねえぞこの野郎。タタタタタ、グルリン。わあ、変なとこつな。わあ、チャーリー、今だ。俺ごと撃て。ダメですよ。そんなことしたら犬、あんたが。チャーリー、チャーリー、チャーリー。誰ですか？あ、倒れちゃった。誰ですか？私を呼ぶ声は。あ、ごめん。誰ですか？私たちだ、チャーリー。あんたは軍曹に。アメリカ人。おう、チャーリーさん、名前適当ですね。私も自分の名前忘れちゃいましたが。チャーリーさん、戦いは終わりにしましょう。あなたの目的は旅、すなわちトラベルです。そうだぞ、チャーリー。
あれだ、まあクソ犬のことは残念だったが、俺たちの犠牲もあったんだ、これまで。だから一人ぐらい犠牲が増えたっていいだろ。 あんたは死人のくせに適当なこと言わないでくださいよ。とりあえずあれだ、犬はともかく、何があっても俺たちはあの地獄で応援してるぜ。そうで、チャーリーさん、 Go to hell。 適当なこと抜かしやがってこいつら、悪霊のくせに。じゃあなー、ブーン。まあいい、あんなくだらないことでも応援されただけマシです。覚悟しなさい。チャーリーさん、何一人で意味わかんねえこと言ってたんだろうな。ニクソンにはさっきの悪霊が見えてはいなかった。さあ、チャーリー爆弾。くそー、話すなあいつを。ワンワン、チャーリー行け。怒りの粉気ジジイパワー発射。ほぎゃほぎゃほぎゃ。シュッシャキヌヌワードカン。犬、犬のために一応少しは手加減しておきましたよ。ああ、内臓はさっきからもげてっけど、今の爆風は答えなかったわん。よかった、内臓はやばいけどよかった。1ヶ月後、悪魔の呪縛から解き放たれたチャーリーは再び冒険を始めていた。そう、相棒ニクソン、そしてクソ犬と共に。彼らの旅は終わることはない。なぜなら人生という旅がある。ほら、よくあるやつだよ。次に来るのは君の町かもしれませんよ、なんてありがちなこと言ってみちゃったりなんかしちゃったりして。行きましょう、ニクソン、クソ犬。おい、だからそのクソ犬っつうのやめろよ、ワン。さらばチャーリー、君の活躍で宇宙は救われた。ありがとうチャーリー。そして伝説の鳥とかいうのは何だったんだ。クルッポー、プシュ。チャーリーの冒険終わり。チャーリーの冒険2。宇宙一絶えない男ジョシュア。ジョシュアに今何かが起ころうとしていた。へえへえ、万年こじきの俺っちは今日も赤スーツでパチスロで負けてこうしてベンチに座ってる。こんな生活は誰も望んじゃいなかった。俺が望んじゃいなかったんだ。全く何かうまい天気が訪れんものかな。ピューン。そう、あれはゴッドミラクルバードだ。チキ、ん？あらー、しゃあ、なんだこりゃ。うわー、力がみなぎるぞ。ふへやふへや、ラリってきたぜ。はぁそうだ、俺はもうただのジョシュアじゃない。このゴッドミラクルバードの力で俺は宇宙一の悪になるのだ。ジョシュアの体に異変が起こった。うわはは。皆殺しだ、愛に溺れる人間ども、そいつらは皆殺しにしてやるのだ。このジョシュア様がな、ジョシュアロボスカンバード、あれだ、とんでもねえこと抜かせ。スカンバード、スカンバード、行ってくるバード、ブーン。愚かな人間ども、徹底的に心をやめ。みくりちゃん、あの俺実はさ、何かな、ケン君。あのね、かあ、この間お前にそっくりな女キャバクラで見たぜ。キャッハー。何よあんた、殺してやりたいわよ、あんたのこと今から。ちょっと待ってよ、とっとと死んどきなさいよ。痛いじゃないか、何すんだよ。俺は何も。こんな野郎じゃねえわよこの野郎。こんな野蛮な女だったなんて、クソ甘。もういい、あんたなんか大嫌いだかんね、ブーン。もう私もあんたのことなんか大嫌いよ。スカンダード、スカンダード。
なかなか楽しい作戦だが、ちょっと待てよ。これチャーリーの冒険なんだよな。どうやってこの事件にチャーリー絡むんだよ。無理だろ。ちょっと私にお任せください。私はチャーリーを憎む者。あいつをぶっ殺すためなら、俺は無理やりスカンバードをチャーリーにうまく絡ませます。なるほど、なかなか見どころがあるやつだな。働け、俺の元で。わかりました。スカンバード、来い。スカンバード、わかったバード。シュッ。チャーリー一行は旅をしていた。ニクソン、何ですか、チャーリーさん。私たちずっと仲良しの冒険家ですよね。気持ち悪いな。何言ってんすか、あんた。いい歳でしょ。ああ、チャーリー君相変わらず口が冷たいね。なあ、クソ犬。おめえもだろうがよ。いい加減に普通に犬って呼べよ。っていうか名前つけろよ、この野郎。うるせえ、うるせえ。犬が吠えてやがるよ。この野郎。けえ、元から仲悪いじゃん、あいつら。ダメだ、こりゃ。おい、スカンバード。焼き処理にするぞ、お前。うまく働けよ。うるせえ、お前。おめえこそ黙れよ。二人は延々揉めていたという。チャーリーたちの冒険はこれからも続くぞ。チャーリーの冒険。呪いの邪神像のありかを探せ。あれが邪神像ですか。あのサブタイトルの内容がまさか5秒で終わるとは思いませんでしたね。全くです。まあ邪神像は見つけましたから、邪神像を早速骨董品屋に置いてきましょう。ああ、いいですね。そうはさせん。俺は見えない星人だ、チャーリー・ニクソン。貴様らにこいつを骨董品屋に運ぶ権利はない。なぜなら俺が骨董品屋に持っていくからだ。あ、じゃあ手間が省けていいじゃないですか。ん、違う。お前の店銭形目屋とは、俺はライバル関係にある店のものだ。俺の店の名前は茶柱門左衛門屋だ。なんだと。あの有名な店か。そうだ、有名だ。この番組で名前が出るのは初だがな。まあいい、もらうぜ。ほら、へえ、ブーン。ああ、しまった、ライバル店がもうこんなところまで来ていたとは。というか、あれ偽物でしょ。我々の猿芝居に騙されるとはね。全くですね。あいつバカですよ。うん、バカバカ。これが本物の邪神像です。ニクソン、運びましょう。ええ。おらいおらい、おらいおらい、おらい。ガタガタ、ガタガタ。ああ、うわあ、事故る。キュン。その時であった。ぶっ壊れてるというか、そもそも生きていないはずの邪神像が動き出したのは、その時のことであった。ムキューン。私は邪神像ではない。私の名は宇宙グレイ。伝説の秘宝は宇宙人だったのか。これじゃあ骨董品屋には置けませんね。おのれ、貴様ら騙したな、この野郎。こいつ宇宙人じゃねえか。っていうか、さっきの偽物だったし。でも高く売れたぜ。8000億万円だ。なんだと。偽物大好き松五郎に売ったのよ。なんだと、下劣なやつね。私にはどっちが下劣なのか全然わかりませんけどね。ライダーキック。へ、そいつは今回の、あの初対面の俺からのタムケだ。そいつ売って儲けな。じゃあ俺はお前らより先にもっとすごいお宝を手に入れに行ってくるぜ。ブーン、虫だからな。飛ぶさ、ブーン。あいついいやつだ。でも悪いやつだな、性格が。どっちなんですか。チャーリーのライバルが現れた。チャーリーではなく、正確にはニクソンのライバルが現れた。まあ、これからも彼らの冒険は終わらない。続く。チャーリーの冒険。復讐のギアス星人の巻。幾度となく電子レンジマンと戦った残酷な宇宙人ギアス星人。ギアス星人が今チャーリーを殺しにやってくるのだった。何ですかね、このミイラ。おかしいですね。